株式会社、有効は、福岡県大野城市に本社を置く化粧品、医薬部外品製造会社。主として、茶の雫石鹸を、他にも化粧水、化粧下地などの各種化粧品、医薬部外品を製造販売している。主力商品で茶の成分を配合したことを謳った、石鹸1、茶の雫石鹸の販売で重篤な、健康被害問題を引き起こした。 2010年12月に事業ごとに分社化しグループ経営に移行している。2005年から2010年に延べ約467万人に対して販売された茶の雫石鹸約4650万個について同製品に含有される小麦加水分解物により小麦アレルギーを発症する事例が報告されており厚生労働省は2010年10月に消費者に対し 加水分解小麦を使った石鹸全般に対する注意を発表した。同社は同年12月8日より小麦加水分解物を含有しない新製品の出荷と同社のウェブサイトとダイレクトメールなどにより注意喚起と返品交換のお知らせを開始した。その後2011年5月20日に以前に出荷した旧製品の自主回収を開始した。旧製品を使用して 呼吸困難や意識不明などのアナフィラキシー症状を発症する例も報告されており、国民生活センターは旧製品の使用中止を呼びかけた。なお、加水分解小麦自体は化粧品等で広く使われている成分であるが、茶の雫石鹸に含まれる加水分解小麦、グルパール 19S を使用していたのは,はるかが製造を、 委託していたフェニックス社のみであり、他社の製造した製品では同様の症例は報告されていない。もともと小麦に対してアレルギーを持っているもののみが発症するものではなく、アレルギーのないものであっても該当する小麦成分を含有するものを使用としたことにより発症するようになる。その後被害者弁護団が結成され、全国15カ所の裁判所で、はるかフェニックス、 片山科学工業研究所の3社に総額70億4000万円の損害賠償を求める集団訴訟に発展。有効側は請求規格を求めて争う姿勢を見せている。有効側は裁判の弁論の中でアレルギーは体質や遺伝の問題であり、すべての使用者が発症するわけではない。小麦アレルギーはパンを食べて発症することがあるので、アレルギー源としてはパンも 石鹸と同様であると述べ、商品の欠陥ではないと主張している。茶の雫石鹸アレルギーについては治癒する症例が多く出ており、6年で約半数がほぼ治している。また、一部の治りにくい患者についても、2014年8月から開始された治療研究により、全息治療薬オマリズマブの投与により、症状の改善効果が得られることが分かっており、 実際に治験でゾレア投与を受けた茶の雫石鹸アレルギー患者は制限なく小麦を摂取できるようになっている。この治験の成果を受け、島根大学医学部付属病院で茶の雫石鹸アレルギー患者に対するゾレア治療が開始予定であり、その治療費の全額が基金から支払われることになっている。集団訴訟は全国28カ所の裁判所で提起されたが、 2017年9月、現在、20カ所の地裁で和解が成立している。和解に応じた原告は、合計751名と提訴者の過半数に達した。これまでに遥か、フェニックスが支払った和解金は、約10億5000万円となっている。和解条件については、どの地裁でも大差ないようである。例えば、2015年12月14日に、 初めて全原告との和解が成立した熊本地裁では原告一人当たりの和解金は約150万円で謝罪や被告らの法的責任は盛り込まれなかった。2015年3月に最も早く一部の原告との和解が成立した鹿児島地裁では原告一人当たりの和解金は約171万円。 大規模な弁護団であった東京地裁でもすでに118名の原告と和解が成立しており、一人当たりの和解金は約150万円と報じられている。原告各人の和解金額は被害の程度により肯定があるとの情報である。この事件についての裁判所の対応は全国的にほぼ固まったと言えよう。ただし一部の原告は裁判を継続しており、 2018年6月22日に東京地裁の23人による3億500万円の損害賠償請求に対して約3440万円の損害賠償の支払いを命じる判決が出たが片山科学工業研究所の責任は認めなかった。なお、原材料メーカーである片山科学工業研究所に対する裁判は原告による取り下げまたは 放棄により終了している場合がほとんどとのことである。この会社の宣伝手法、マスメディアの活用方法としては2006年に九州の KBC の情報番組、どうも、で紹介。2008年にはモンドセレクションにエントリーし、金賞受賞。CM には当初地元タレントの徳永玲子を起用した。2008年8月からマイアミを起用した新 CM を放送開始し、 初期は福岡のみで放送し、順次全国で放送開始された。マヤ版 CM 内の諦めないでのフレーズは清水道子にモノマネされて有名となった。ありがとうございます。